北九州市立美術館学芸員の那須孝之です。今日は当館のコレクションについてお話ししたいと思います。北九州市立美術館は1974年にオープンして以来、浮世絵から近代洋画、現代アートまで約7500点の作品をコレクションしています。で、今日はその中でもこちら、エドガー・ドガという19世紀のフランスの画家が描いた作品で、マネとマネ夫人像というタイトルの油絵です。で、こちらよく見ますとですね、画面のそうですね、3分の1、4分の1ぐらいが茶色になってますね。これよく見ると切り取られているんです。キャンバス全体の中でこの部分が継ぎはぎされているんですね。なんでかなと思うかもしれません。で、よく見ると継ぎはぎしたところにもサインがあったりするんです。ここにドガって書いてあるんですね。エドガー・ドガは印象派を代表する方として知られているんですけども、このモチーフになったマネも印象派の画家なんですね。で、二人は大親友で、ドガがマネ夫妻を描いて送った絵と言われています。で、こっからがちょっといわくつきの話なんですけども、ドガはですね、マネ夫妻に喜んでもらえると思って送ったんですが、肝心のマネは奥さんの顔が気に食わないと言ってナイフで切りつけたと言われています。本当かどうかは実ははっきり分かってはいないんですけども、そんな話があってですね。で、なのでマネ夫人の顔の部分がちょうど見えなくなっている。で、それに怒ったドガがこの絵を持ち帰って、で、後で描き足そうとして継ぎはぎしたというふうに言われています。で、この絵についてよく見ますと不思議なこともいっぱい見えてくるんですね。例えばですが、これは僕が思っていることなんですけども、このマネの絵、ずいぶんなんかリラックスしてるというよりはなんかふてぶてしいような感じすらしませんか。それからこのマネ夫人なんですけども、奥さんはこれはピアノを弾いていた時の絵と言われています。つまり顔の半分とピアノを弾いている指先が切られているということになるんですけども、まずこのマネが奥さんのピアノになんかくつろいでるという感じにしては表情がちょっとなんか暗いかなって思ってみたりとか、そもそもですけども、マネがですね、愛する妻の顔を絵にですねナイフを突きつけるなんてするんだろうかという疑問まで湧いてきます。これは美術史的だというよりもこの絵を見て感じることの一つだと思いますけども、皆さんもこの絵を見ていろんな疑問が湧いてきたら、それもまた面白いかなと思うんですね。それから不思議なことにですね、ここにサインがあるという話をしました。この絵完成してないのになんでサインがあるんだろう、後で描き出そうと思ったら描き上げた後にサインっていうのが書くんですよね。なのにある。で、これはですね、ドガが亡くなった後に画商がスタンプでこのサインを足したんじゃないかというふうに言われています。つまりドガにとってこの絵は完成したのかしてないのか、そこもはっきりしない。ただ一つ言えることはですね、ドガが怒って持ち帰ったという逸話があって、で、その後ドガはこの絵をずっと自分のアトリエに飾り続けていたんですね。飾り続けるということはやっぱ気に入っている、あるいは気になっている、どちらかだと思うんですけども、まあ、そういう意味ではドガにとっては大事な絵だったということには、間違いないと思います。今日は北九州市立美術館のコレクションの中から、エドガー・ドガのマネとマネ夫人像という油絵を紹介しました。実際の史実を元にしながらも、まあ、随分僕の想像も入れちゃった話になったんですけども、まあ、皆さんもですね、一枚の絵からどんな風に描かれているのか、何が描かれているのか、どんな構図なのか、そういったヒントをもとにいろんな想像を始め巡らせてもらえたらと思います。またお会いしましょう。